断するなよ。みんなのおかげだよ。アック開始だ。せや。上出来だ。なんとかなったね。
理は禁物だ。セイ！無理は禁物だ。無理は禁物だ。これを使おう。これを使おう。みんなのおかげだよ。Thank you.
あ、便利屋さん、依頼受けてくれたんですね。お願いしたいことというのは、友人について理解を深めるための本を探すことなんです。詳しくは話せないんですが、実はある人と友人のふりをしてやらなければいけない作戦があるんです。それは私にとってとても重要なことで、でもどういうふうにすることが友人らしいことなのか、この本にあるハウトゥー本は全て読みましたが、本を読んで学ぶようなことじゃない。ともかく時間がないんです。資料探しをおね解説された本よりもっと実践的に書かれているような、例えば小説とか漫画とか、そういうものがいいです。よろしくお願いします。参考になる小説か漫画を探しているような依頼があったもんだな。まあいい、受けたんなら責任持って最後までやれ。要は友情がテーマにされている作品のものを持っていけばいいんだろ。参考にできそうな作品はたくさん知ってるが、映像で見ることが多いからな。ちょっと待っとけ。家の本棚から探してきた。こんなのはどうだ。これか。中学生の時に散々読んだら、だいぶくたびれちまってるな。早く依頼人のところに行ってこい。前を行こうと、私を認めるまではいくらでも食らいついてついていってやるわ。そう、たとえ世間にストーカーと言われたってね。どうでしたでしょうか。友人っぽかったでしょうか。やはりそうですか。昔風の熱血スポコン漫画なんですね。相手に何とか認めてほしいと努力するのは立派ですが、ストーカーになってまでというのは少々危険な気がします。せっかく乗ってきていただいたのにすみません。これではまだ友人らしさが理解できないみたいです。別の本を探してきてもらえませんか。
よう新人、お前も店のチラシ配り手伝えよ。なんだ依頼受けてる最中か。それなら仕方ねえな。で今はどんな依頼を受けてんだ。友人の参考資料探し、面白そうじゃん。俺にも協力させるよな。そうだ今ちょうどこんな本持ってるぜ、これならどうよ。OK こっちな。大人の余裕を感じる、素敵な女性たちとお近づきになるための情報が詰まってるぜ。なんだかどっちもナンパの本みたいだって。その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める、それがナンパだ。つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれでもかというほど詰まってるってわけだな。わかったら試しに持って行ってみな。今度はどうですか。これですか。読んでみますね。なるほど、この本だと。では早速試してみます。遅くなってごめんなさい、待たせちゃったかしら。そんな顔しないでよ。待つのデートのうち、そうでしょ、お詫びじゃないけど、今夜はあなたのために向けてるから、今日はいっぱい、今度はどうでしたでしょうか。